秋篠宮家の長女、小室眞子さん、30歳と結婚した夫のケイさん、30歳が、今年7月に受験した米ニューヨーク州の弁護士試験に合格しなかったことが判明した。主催者が29日に公式ホームページで公表した合格者のリストにも、ケイさんの名前はなかった。K、さんは、 マコさんとの結婚延期が発表された後の2018年8月に渡米、現地の弁護士資格の取得を目指して、ニューヨークのフォーダム大ロースクールで学び、今年5月に終了、同、試験を受けていた。9月に、マンハッタンの法律事務所に就職している。現在は、弁護士をサポートする立場で働いており、合格すれば、弁護士として勤務する予定だった。